そのアフロビートに目覚めた経緯というのはいかがだったでしょうか。アフロミュージックを聴くようになってフェラクティに出会って、このドラムパターンっていうか全然違うわけじゃないですか。いきなりドドッとか入ったりそういうパターンがなんかとても魅力的に感じたし、そういうパターンのみで聴いてたみたいなところもあって、でももっと深い部分があって、アフロビートが昨日のワンツリーでのドラムの共演はどうでしたか。かなり盛り上がりましたよね対決みたいな感じになってましたけど、自分がすごい尊敬してた、もう何年ぐらい追っかけてるんですか。10年以上は弾いてるので、そんな人にこうやってドラムバトルができるなんてまさかで、やっぱバトルって感じだったんですか。まあ戦いではないですけど、あ、自分をぶつける、そうぶつけるみたいな、向こうがこう来たからこっちはこう行くみたいな、とりそうだな。その終わった後に話とかされましたか。なんか悔しそうにしてましたよねで、そこから AV に入ってって、そんで AV バチカーのスクーチャーまでは繋がって感じ。よろしく、よろしくお願いします。ちょうどね。
い。了解です。すごい人はもう魔法使いのような魔法使いを呼びます。外山明さん、違う、この人はパターンは面白いっていうのはもちろんあるけど、ベースがずっと同じパターンで、ギターがずっとワンパターンでっていうの長い、その時に本当にワンパターンだけだとパターンでしか叩けないと何も音楽にならないっていうか、長い時間それをなんていうかお客さんに浸透させるものはドラムだと思うし、本当にニュアンスっていうかやっぱりドラムで盛り上げたり、でドラムが全部操ってる音楽だと思うので、このビートはそこが魅力ですね。やっぱりパターンとかそういうとこではなくて、
またいろいろありがとうございます。ちょっとまた面白いことやりましょう。ありがとうございます。まだまだまだ。人生また。お疲れ様です。歩いてる。